こんにちは、こんばんは。ダイスチャンネルダイスです。今回は妖怪ウォッチ3すき焼きやっていきます。さすらい荘の大家さんのところに行こうということなので、大家さんの部屋に行ってみたいと思います。ここのくだりね、結構好きなんですよね。寝ていらっしゃる、後ろから話しかけてみよう。この人が大家さんだよね。死んでる演技でもないこと言うなだに。どっからどう見ても寝てるだけだに。やっぱ探偵といえば殺人事件じゃん。そんな理由で人を殺すなだに、まったくとんでもないやつだに。でもこんだけ騒いで起きないってちょっとおかしいだにね。これは妖怪の仕業に違いない。変なスイッチ入っただにそして犯人はこの近くにいるかもしれない。サーチしてみましょう。サーチ、さあ、あ、後ろだった発見。妖怪を見つけた。何ですか、あなたたちは。あなたが犯人ですね。あいつは妖怪博、人にいい夢を見せる妖怪だに。人にいい夢を見せるなんて絶対に許せない。あんまがいなさそうなんですけど。っていうかむしろいい妖怪なのでは。そうです、私はただいい夢を見せて気持ちよく眠っていただいてるだけです。これはこれは失礼しました。帰るよウサピョン。いや、何言ってるだに。何とかしてこいって言われただによ。あ、そうだった。まあそういうわけだからさ、ハク、大家さんに取り付くのやめようよね。疲れを癒して差し上げたいのです。邪魔をしないでください。何を言ってもダメみたいだにね。こうなったらバトルしかないだに。ハクとバトル。最初はね、ハクはバトルなんですよね。よし行こう。さあどれくらいで倒れるのか。技も使いながらねやっていきたいと思います。ここ当たらない。あ、叩く。はい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 、取り付く。はい、できた。つぶやき取り付け、必殺技ナウ。よし、でここで、あれ、いいね、獅子丸と変えて。獅子丸は前2段なのでこれでいけますね。もうちょいもうちょいもうちょい。あ、チャージ完了したけど技出なかった、ごめん獅子丸くん。はい、そうレベルアップ、経験値8ゲットだよ。お、必殺技も上がりましたね。お金が少ないあ、起きた。おはようございます大家さん。ん、私は5日も寝ていたですか。私が寝てる間にいろんな人や妖怪がここをさすらってきたかもじゃん。昼食、ほら見るだに、超落ち込んでるみたいだによ。そんな、お役に立っているとばかり迷惑をかけていただなんて。どんまいだに、そんな日もたまにはあるだに。このままでは気が収まりません。せめて誰かの役に立ちたいです。じゃあこうしようよ、うちの探偵事務所で働いてよ、ハク。私にもいい夢見せてほしいし。まだ事務所もないのにそんな無責任な約束していいだに。探偵者、面白そうですね。ぜひお仲間に入れてください。これからよろしくね、ハク。はい、きっとお役に立ってみせます。ここでハクと友達になりました。よし、もう探偵者のシンボルだね、ハク。情報を妖怪大辞典に登録。これでまた仲間が増えて、図鑑も封印が一つ解かれました。独り言だと思われてますか。ユウたちが私を起こしてくれたんでしょ。お礼にこれあげる。ヌー第5号を手に入れた。おお、ヌーのバックナンバー、ありがとう大家さん。喜んでもらえてよかったぜ。ここにはいろんな妖怪がやってくるから、よかったらまた来てちょうだい。はいさ、ということでここでまたストーリーリンクですね。そう、アパートの大家さんになってくれるとさすらい妖怪がやってくるよ。さすらい妖怪とはすれ違い数値で、そうそう旅にしてきたっていうことなんですけど、まだですね、実は寿司、土の子来てないんですよね。土の子パンダ来てないんですよね。
そうなんですよ。なのでね、ぜひですね、どっちかでもいいのでツチノコパンダに出会いたい私でした。はい、では行きましょう。すれ違いをねしてくれた方の中にはね、ツチノコパンダをお持ちの方もいて、可愛いっていうのを言いながらバトルしてましたね。うん、まあね、いつかはね会ってみたいんですよね。友達妖怪になりたいです。ということで、銚子堂の店主さんのところに戻ってきました。はい、これでウォッチランクが上がる。サスライソの大家はもう大丈夫だよ。私が大家さんに取り付いたばかりにご迷惑をおかけしてすみません。まあ分かればいいんだ、これからは気をつけるこった。はい、お前さんたちよくやってくれたな。ハクもしっかり反省してるようだし、それじゃあ約束通りウォッチランク上げてやろう。やった、これでウォッチランク上がりますね。ということは今よりもたくさんの妖怪と友達になれるということで、大辞典、まあね、寿司と同じぐらいは埋めたいですね。できればね、どちらかでこう送り合って完成とかねしてみたいと思います。ということで、妖怪ウォッチのランクが D ランクになりました。やった、妖怪ウォッチの機能を表す、それがウォッチランクだ。ウォッチランクがアップすると強い妖怪と出会うことができたり、ウォッチロックという封印された扉を開けることができる。ウォッチランクを上げていくにはクエストをクリアする必要があるぞ。ウォッチランクを上げれば見える世界も広がっていくかもな。成功しました、ウォッチランク上げ、ありがとうおじさん。これで探偵もやりやすくなるだにね。探偵？そうなんです、実は事務所がないんです。おお、なるほど、なかなか面白そうじゃないか。そういや事件といえば、最近青葉原でおかしな現象が起きているという噂だ。おかしな現象だにか。なんでもアニメのキャラクターに出会ったりするそうなんだ。それはなかなかアンビリーバボーな現象だにね。え、そうかな。だってそれってコスプレイヤーじゃない。青葉ならいてもおかしくないけど、コスプなんだそれ。とにかく鬼時間が発生したのと何か関係してるかもしれねえな。なるほど、いいでしょう、その依頼引き受けます。と言いましてもまずは情報収集だね。それならミーに任せるだに、をお知らせッターで探しておくだに。やったね。それではちょっとね、ここからは USA のクエストを進めないといけないと思われるので、そちらに飛ぼうと思います。久々 USA、 切り替えましょう。どこにいたかな。よし、家の前。それでは市役所向かって行ってみます。ちょっと遠いので走り抜けたいと思います。はい、到着。それでは入ってみます。市役所、金ですね。ということは3階？お、マックンだ。いや、少年、こいつは面白い場所であったな。ん？マルダーとカクリ、子供たちがこんなところまで何しに来たの？ここにあるっていうでっかい金を、そう、見に来たんですけど。おや、そいつは偶然だな。ちょうど我々もそれを見てきたところさ。今町を騒がせている金の根について調べているところでね。でも結果は外れ、どこにでもある普通の金だったわ。ははは、カクリ、相変わらず君の発想は貧困だね。僕の見解だと、あの金にはきっとまだ何か秘密が。はいはい、その続きは帰ってから聞くわ。その時まで覚えていたらね。じゃあね、坊やたち。待ってくれよ、カクリ。釣れないな。あの金はきっと。待ってくれよ。こんな感じの、感じだよね。なんだか燃えてきたぞ。だったら俺がその謎解いてやる。マックダッシュ、ちょっと待ってよマック。あ、置いてかれちゃってる。あらあら、我々ってば完全に置き去りにされちゃいましたね。ん、仕方ありません。こうなったら我々だけで金を探すとしましょう。では金の秘密探しに行きましょう。
ここもなよく通いましたね。うん、あ、たしなんでるみたいですね。手に汗握る妖怪バトルを。公式ガールだ。何ですか、いきなり出てきてびっくりしたにゃん。君たち3人で公式の道を進んでいきませんか。とにかくまずはお話だけでも、私図書室で待ってますから。言いたいことだけ言って一人で勝手に行っちゃったにゃん。だね。あれ、あのお姉さんさっき3人でって言ってなかった。確かに、もしかして我々の姿が見えていたとか。ちょっと気になりますね。図書室に行ってみましょう。では公式っぽいレディのところに行こうと思います。そっか、公式レディ、公式っぽいレディ、はい。よし、到着。私は公式バトル協会から公式に派遣された公式レディ。この人さっきから公式公式って言い過ぎじゃありません。公式の何が悪いんですか。公式に謝ってください。ごめんなさい。やっぱりウィスパーが見えてる。当然ですとも、妖怪が見えてこその公式レディですから。ところで君は妖怪バトルを経験してるみたいですけど、公式バトルに興味はありませんか。噛んじゃった。公式バトル、公式バトルといえばあれですよ。そう、妖怪を極めた者のみ参加できる熱い魂のバトルです。どうです、進んでみますか、公式の道を。はい、素晴らしいです。ありがとう、公式の才能ある、言われました。公式バトルの真の実力者を決める大会では公式ルールが使われます。これからも自分なりの公式メダルセットを磨いてください。ありがとう、公式レディ。他の公式プレイヤーたちといつでもバトルすることができますから、ぜひいっぱいバトルして腕を磨いてください。頑張るよ。そんな頑張る君にこれもプレゼントしましょう。メダル交換アプリ手に入れた。妖怪メダルの交換アプリ、これでね、交換ができるようになりましたね。公式にフレンドリストボタンが使えるようになるんです。フレンドリストボタンを使うと、インターネット接続中のフレンドとすぐに対戦や交換を楽しめちゃいます。そうそう、フレンドといえばこれもプレゼントしちゃいますね。友達ブックアプリ、言えなかった、ブックアプリもらいました。よし、結構もらいますよね。これでアプリ券はだいたい揃ってきたような気がします。公式レディありがとう。ではそろそろでっかい金を探しに戻りましょうか。そうだね、きっとマックも待ってるはずだし。ということで、市役所の金の秘密を探ろうは次回行きたいと思います。まあね、マックンがねダッシュして行ってしまったのでね、この後寿司すき焼きでも経験したあのシーンと初めてのゾンビが来ると思います。確かそうだったと思うので楽しみですね。ゾンビナイトもすごい好きなので、すき焼きでも楽しく進めていこうと思います。最後まで見ていただいてありがとうございました。それではまた、 See you!